8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。一発目ですね。まあとりあえずはそうですね役職の方、まあ、うん、霊能から出てきてどうなるかっていうところでもありますけれどもね。まあ霊能からかもしれんし、占いからかもしれんし、うん、まあとりあえずよろしくお願いします。今のところ落とすところね、なんともないんで、まあ、前の人の印象だけでもね、順番に言っていただけるとね、助かります。よろしくお願いします。まあ、ルーンマスター一番さんにね、鶴仙人って言われたけどね、あんな中途半端ハゲとね、一緒にせんといてくださいね。以上です。よろしくお願いします。9番のプレイヤーは発言してください。占い師でした。7番さんが白です。7番さん白です。そうだな。7番さんが何かの役職で出ても、真であることを祈るかな。って感じかな。8番さんは、そうだね。何も色落ちはないかな。何も言うことがないな。この後どう出るかわかんないけど、7番さんが白です。そんくらいかな。とりあえず回します。1番のプレイヤーは発言してください。はい、始まりました。人狼ゲーム。てなわけで8番さんの印象、いいね。白か黒かでは言えないけどいいよね。亀仙人ネタいいよね。嫉妬しちゃう。面白すぎて嫉妬しちゃう。だから8番さん釣りたい。嫉妬だからね。まあいいや、9番さんが7番さんにしろ。その後の発言は何もない。8番さんの印象を語っていただけたかと、噛んじゃった。てなわけで、私、占い師、騎士、霊能者使用しときまーす。ま、2巡目でいろいろまた申しまーす。ま、これで皆さん殴りやすくなったでしょ。こいつなんやねんって、うぜぇ。釣っちゃおう。っていう意見も続々お待ちしております。以上、マイヤーさんどうぞ。2番のプレイヤーは発言してください。なんかその出方する。なるほど。よし。いいでしょう。1番さんに乗っかりましょう。私も役職ありととどめておきたいと思います。役職ありです。ただそうですね。8番さんに関しては、非常にいいと思いました。その理由ですが、まず、冗談を言えるっていうところが私は非常にいいと思いました。なぜか、狼になった際、非常に緊張します。疑われたらどうしようとか、そういった、緊張感っていうのは、まず8番さんには感じられなかったです。なので、8番さんは、その冗談をパッと言えるあたりが私はムラ目かなと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。占い師はございません。で、自分は2番さんとめっちゃ意見が合う。8番さんはどちらかというと印象がいい。なんか、なんだっけ、ハゲなんたらかんたらみたいなこと言ってて、冗談言う余裕があるんだなっていう感じ。ただ、そこまでめっちゃ白っていうわけではないです。で、なんか1番さんに対して言いたいのは、なんか前回のとかあんまり持ち出さない方がいいかもしれないけど、なんだっけ。ちょっと待って、集中できない。なんだっけ。占い師、騎士、霊能者しようって、それで考察伸ばせないんだけど、それだけだとちょっと考察伸ばせないから、なんか今回のあんまり、なんか、どうしたらいいのかわかんないです。一番さんのその発言は。だからあんまりちょっとその進行論っていうか、その点はあんまり無駄にないかなって感じ。で、二番さんの役職しようも、ちょっとその考察、二番さんが役職しようしたところでこっちはどうすればいいかわかんないから、それもちょっとよくわかんないけど、二番さんは白いと思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。はい、私占い師です。3番さん白と出ました。3番さん白。で、まあ1番さん2番さんは、まあ2番さん言ってるけど、1番さんはもはや役職 CEO ってことですよね。で、ここって口頭 CEO だから、もしね、8番さんが役職持ってるんだったら、次必ず言わないといけないと思ってる。理由は、8番さんが言わずに、1番さん2番さんが仮に霊能仮で出たとする。
まあそうなった場合、まあどちらかが、8番さんが死んで、1、2番さんが、のどちらかが偽だとする。8番さん噛むことで乗っ取りが成功する形になりますので、まあ8番さんは、あ、その、なんで8番さんにだけ突っかかるかって、8番さんが、まあ1人目だからってことね。で、まあ木場さん偽なんだけど、9番さんは、もしかしたら狂人あるかなって思ってる。っていうのも9番さんが人狼だったら、9番さんの喋り方からして、相方の方が、なんとなく出そうな印象を受けた。9番さんってなんか、あんまり、その、狼として占い師で出るより、出る、なんか性格じゃないような発言の、発言的に、自信がなさそうな感じが。だから9番さん、狂人もある。まあ、だいたいこのレギュレーションって、占い師で、占い師はこう人狼が出るパターンが多いんだけど、まあ、キューバさん、教授もあるかなっていうふうに現状を見てる。うん。まあ別に発言的には、まあ8番さんは、そうね、気になってはない。気になる発言は特になかった。で、2番さんが8番さん白く見たいよりは納得して、うん。まあそうなると8番さん白くなるのかな、どうなのかなって感じ。まあ仮に1番さん、2番さんに偽がいるなら8番さんはっていうところを考えたね。これはケアとして。以上。5番。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。使用はありません。一番さんに関して占い師、騎士、霊能者使用、うん、これって陣外入りでしかないと思うんですよね。一番さんが陣外だった場合、盤面を見てから後からね、やっぱ霊能者でしたって言えますからね、うん、もしここに役職出るんだったらもう芯は切ります。はっきり言います。一番さんの芯は切ります。もし、役職に出ないんだったら、もう狼と決め打ちます。もうそこまで行っちゃいます。とにかく、メリットがない。2番さんも同じ。乗っかるメリットがない。ですね。ただ1番さんから言い始めなんで、1番さんとかな。で、8番さんの印象がいいっていう人がいらっしゃいましたが、まあ、そんなに印象はよ、まあ、良くないくも、良くも悪くもないって感じですね。もう全く発言ゼロと取っていますね。まあ、リラックスしてるとかも結局そんなに要素取れないですからね、後からね。で、9番さんに関しては、7番さんのことを白と言って、7番さんのことを役職出たら真になるって言ってたかな。7番さんの発言次第なんですけど、なぜ狂人もあるという目線がないのか、ですよね。っていうところから、9番さん狂人あるのかなって思いましたね。4番さんからその発言が出てほしかったかな。そこまで落とし込んでほしかったかなとは思いますが。っていうところで、単純に9番さんの新芽がちょっと低いところから4番さんのことを新芽に位置を見てます。1番さんも人外だと思ってる。もし人外じゃないならそれを覆せるほど2周目しっかり発言してほしいかな。以上。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。森戸陣営でした。特に使用はありません。まず8番さんが順番に触れていきます。8番さん特に色手なしです。印象いいも悪いもありません。誰でも言えることを言ってた気がします。2周目に期待です。で、1番さんに関して、5番さんはすごい1番さんと書いてあるんですけど、1番さんね、なんかわかんない。前村の話した人いるけど、前村知らないけど、じゃなんかすごい全体的にネタの感じがしたんだよね。だからあの人もネタだったんじゃないかなと思って、で、それをマジに受けちゃった2番さんが役職しようとかいうよくわかんない感じにはなったのかなと思ってる。だから1番さんはもうネタだったんじゃないかわかんないけど、僕もまだ。と思ってる。で、だから、まあ、でも1番さんの2周目次第では釣り位置だと間違いなく思っている。これは変わらない。で、2番さんはそれに乗っかったのが意味わからない。3番さんはわからなくて、ちょっと一致でしょうか。4番さんは、9は自信なさそうだから、狂人もあり得るか。でも狂人、普通この超人気局って人狼が出ると思うから、狂人の方が出ないんじゃないかな。でも人狼でも出ないかとしたら。それがわからないな。そうすると、出るとなると、わかんないな。それ狂人でも人狼でもその考察はしっくりこないから違和感は感じた。で、5番さんに関しては、9番さんが、あ、そう、7を、が役職出たら、真と見ますって言ってたんで、って言ってたんだけど、9番さんは7を真だと信じたい、祈るって言ったのか。
祈るって言ってたんだよね。だからそこが、ハーコンなのか、滅像なのかわかんないけど、そこに違和感を感じた。うん、グレーで言ったら、どこだろう、5番がちょっと怪しめ、1、2がわからないって感じ。8番は色落ちなし。以上。7番のプレイヤーは、発言してください。発言してください。はい、3、4、5じゃないんで出ておきますね。霊能者です。霊能者です。9番さんが私に白。4番さんが3番さんに白ですね。把握です。1番さんのムーブはね、ちょっとよくわかっていないが、とりあえず緑のチェンスライド。よくわかんない。とりあえず緑のおじさんマークをつけておきました。狂人マークですね。何がしたかったかよくわかんなかったからね。うん、8番さんになんか印象いいって言ったけど、別に色落ちはないかなと思って、そこは5番さんと一緒かなと思ってます。2番さんあたりかな。8番さん冗談言えるから、オオカビだったら緊張するって言うけど、別にそんな緊張しないかな。考察チャット禁止。ああ、そうだね。チャットダメですね。はい、別にオオカビでも私は緊張しないけどね。うん、普通に喋って、普通に暴れますからね。はい。ということで別に、だから8番さん色落ちてないです。うん。で、2番さんは役割ね。うん。まあで、そこだけちょっと視点が違うかなと思った。うん、だから、なんかそこ視点同じってた3番さんは若干怪しいのかなと思ってるが、まあ片白だからね。なんとも言えないけど。で、占いに関しては、どうなんだろうね。5番さんがその指摘したのは、6番さんが言った通り。何か出ても、死んであることを祈りたいと言っただけで、ね、うん。別に、死んでみるとは言ってないね。うん。ってところかな。はい。全体に触れたと思う。うん。6番さんはまあ結構視点が合うのかなとは思っているが、1番さんのムーブは、強靭ムーブかな。はい。2周目、釣り1とあります。以上。8番のプレイヤーは、発言してください。はい、二巡目発言させていただきます。まあ、ちょっと真面目にやらんと、つらい位置になりますんでね。うん。で、一番さん、二番さん、まあ、うん、役で出てますけれども、うん。で、七番さんの対抗ってのはいないんですかね。まずそこだけ聞きたいですね。それ次第で、考察変わっていきますんでね、多少。まあ、そこは後で聞いてみたいと思いますけれどもね。まあ、うん。9番さんが7番さんに白だし、うん。4番さんが3番さんに白だし、うん。で、7番さんが霊能でしょ？まあ、5番さんのは把握漏れなのか、それとも捏造なのかっていうのはまだわからない。うん。まあ、ただ、俺に対しての視点っていうのは、うん。2番さん以外はね、まあ、ある程度マット。まあ、3番さんもちょっと、うん。白置きしてくれてるっていうレベルだったからね。うん。まあ、どうなんでしょうね。後半の方がまだ真っ当な意見ではあるけれども、2番さんが俺は役職出てるうちではちょっと、怪しめに見るかな。やっぱりね、俺そこまで白い発言ってしてなかったと思うよ。うん。まあ多少冗談言うた程度でどうこうっていうレベルじゃなかったと思うんやけどね。っていうかそもそもが、言うてることわけわからんこと自分でも言うてたと思ったけどね。まあなんで役職で言ったら、まあ、俺は5番さんの意見とは違って、俺2番さんの方が新規、見れんかなと思ってる。うん、まあ、どの役職で出るかにもよるけれど。で、グレーで行くんだったら、まあもう、っていうかグレーで行くっていうんだったらもう5番さん、6番さんしかないから、後で発言聞いてそっちは決めていきたいと思います。以上。9番のプレイヤーは発言してください。自分目線4番さんは人外です。でも4番さんが、狂人か人狼なのかはわかんない。で、グレーで怪しいと思ってるのは5番さん。5番さんはちょっと話を変えてきたよね。っていう感じかな。6番さんはそれに指摘してくれたから村で撮りたいかなって思ってる。で、7番さんは役で出たけど、これを信用していいのかはまだわかんない。2番さんもちょっと霊能って言ってたから、どうなんだろう。2週目聞いてみないとわかんないかな。でも4番さんは人外だな。今日グレー行くならこうかな。霊能出るかわかんないけど。
1番のプレイヤーは発言してください。はーい。5番さんと3番さんはギドラという言葉を後でググっておいてくださいね。噛みました。すいません。ギドラしました。まあ結果7番さんが神格決まりましたね。霊能が。うん。ギドラっていうのは霊能者や占い師を神格させるために行う村人の行為でございます。うん、死んでくれじゃん。ギドラの代わりに。普通に村人陣営でございます。だから役職とかはいろいろありません。以上。で、俺は9番さんの方が真とは思っている。ただ9番さんの意見としては7番さんが、7番さん白打ったんだよね。その代わり7番の霊能を疑うの？あなた、9番。ちょっとそこら辺。あと4番さん、9番さんが占い出るのはわかるんだよ。なんでかっていうと、ごめんさ、グレーゾーン先言っときます。俺56の2グレでいいと思います、7番さん。真決まった7番さん、おめでとうございます。ギドラって合ってたっけ？ネコマタカリートじゃなかったっけ？2番のプレイヤーは発言してください。パスで使用します。そうですね。7番さん、真じゃないですよ。ニスですよ。っていうところで、まず第1点落としときます。例の？すいません。1周目潜伏した理由ですね。うん。単純に1番さんが、アーマーしようぜってもう、笑えない。知らないよ。一番がアーマー持ちかけたもんだと思ってたわ、俺は、てっきり。だから、それに乗っ取って、役職しようになら村大丈夫でしょうっていう考えでいました。なので、私は、役ありで留めてました。となります。で、そうですね、今日は、レーロラというスタートになりますが、私目線、そうですね。9番さんが、7番さん白と出してますが、そこの、色を見たいっていうのが正直なところです。7番さん釣って、9番さんが本当かどうかっていうところの精査っていうのを入れていきたいと思います。で、そうですね。発言単体としては、5番さんが、結構私は村かなと思いました。私目線は正直、まあ、いろいろ違ってましたが、うん、アーマーしてるっていう認識だったんですけども、5番さんっていうのは、そこがわからない、村人。だと思うんですね。なので、1番に対して強く発言してた。とっとと出せよっていう、そこの、感情っていうのは、私は正直に村感情に見えました。なので、サイムラは、5番さんかなと思ってます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。めっちゃ2時のチャイムだって。めっちゃ2時のチャイムだって、めっちゃ集中できない。ちょっと待って。ちょっと収まって。母がくれた。この場面あんまりやったことないんだけど、レイロラっていうことで、ニーナの決め打ちになるんですかね。だとすると、自分は盤面的に見たら、2番さんのその、なんだっけ。最初に役職ありって言って、まあ、5番さんの言う通りに、ちょっと待って、5番さんの言う通り、2番さんはそれで、何でも役変えれるっていうところで、ちょっと、人外理しかないっていうのは、そうだなっていう感じ。だから、盤面的に見たら2番さんが指名低いんだけど、7番さんの、自分への意見がちょっとよくわからなくて、2が怪しいから3も怪しいみたいなこと言ってなかったかな。自分は1番さん、2番さんのやつは、あんまり村にないんじゃないかなって言ったけど、8番さんの印象がいいっていう点では似てたから2番さんの方、21だと2番さんの方が白いなって思ったみたいなことを言ったんだけど。そう、だからその2が怪しいから3も怪しいっていう理論はちょっとよくわからなかった。で、5番さんに対しては9が7のこと、そう、把握漏れがあったけど、自分は5番さんのその把握漏れは別に来る要素ではないと思ってて、逆にそれはむしろ白いと思った。5番さん、自分もそれ突っ込み忘れちゃったんだけど、9番さんが、7番さんが役職で出てきたら死んでみたいって言ったけど、ちょっと待って、死んでみたいって言ったけど、その理由がわかんなかった。なんで死んでみたいのって思ったから、その5番さんはちょっと言い方は、てか把握漏れはしてたけど、その突っ込んだところは自分と視点が一緒だった。で、6番さんはなんだっけな？あ、そう。4番さんは、ちゃんと9番さんは狂人である理由言ってましたよね。9がもし狼なら、喋り方的に相方が出た方が強いんじゃないかっていう質問、ことを言ってたのに、6番さんはそれを聞いてないで、9、そう、だから6番さん怪しい。そう、6番さんが怪しいです。4番
のプレイヤーは発言してください。別に7番さん俺占ってはないんだけど、まあ占ったところで俺は27新強と見てる。そして7番さんが新と見てる。まあ理由はさ、2番さんのムーブが完全に強靭ムーブに見えるんだけど。って思うのは俺だけ？単純に一周回ってさ、2番さんが強靭だったら、人狼が占いで出てるのか、霊能で出てるのか、それを見定めて、2番さんが霊能で使用したっていう風にしか見えない。え、逆にさ、役使用からの霊能使用って何の意味があったのって思うんだけど、強靭で、人狼でしかないと思ってる。だから俺は7番さん新進行で、まあ9番の片白で、まあ別にいいんだけどそこは。7番さん新進行で2番さん釣って、まあ、新境で追うかっていう話だけど、まあ、9番さんを人狼で見たら、ちょっと一瞬と発言変わるんだけど、って思うんだけどね、2番さんのムーブ的に2番さん強靭だと思うから、9番さん人狼。で、7で囲ってないっていうふうに俺は今見てる。それで、まあ、1、8、5、6に、1人狼いるんだけど、俺は5番さんは、てか9番さんさ、5番さんの把握漏れを指摘してサイクロで置いてるじゃん。で、9番さんは何？ 2 番さん霊能って言い切ったところが、なんで？ 2 番さんって別に薬師をしかしてなかった時点で、9番さんが2番さん霊能って言ったのが、霊能で出てねっていう風にしか聞こえないから、まあそうね。まあ、9番さん、5番さん叩く理論はおかしいし、俺は8番さんの、その、2番さん怪しいっていうのは、ごもっともで。まあ、わからんけど、俺は1、6どっちか占いたいと思ってる。今日は2でいいと思う。以上。5番のプレイヤーは発言してください。はい、まず私が9番さんの発言に対して把握漏れをしていたとしたら、うるさい、1番。黙ってろ、うるさい。単純に邪魔だからやめてほしい。まず、9番さんに対しての発言が、把握漏れだったら申し訳ない。が、まあ、把握漏れだったとして、9番さんが7番さんに白を出して、7番さんが役職だったら、真だと信じたい。これの発言に何のメリットがあるんですかね。それの説明が9番さんからあれば、まだわかりました。が、ない。で、それに対して6番さん、私がそれ把握漏れしてたから黒い。8番さんも、6番さんが損失してたから白い。6番さんが白い。よくわからないですね。うん。まず9番さんの発言軸で考えるべきでしょ。うん。そっから見て、9番さんにな、がメリットないこと言ってたら、まあ、偽っぽいし、まあ、特に2番さんの発言順じゃなかった場合、2、1展開だったわけでしょ。だったら、旧強靭って私の主張は割と納得できたんじゃない？ 6 番さん、8番さんの1だったら。それを殴ってきたのはよくわかんない。で、そうだな。まあ、今日は、6万8もわかんないし、1番さん、まあ、ギドラじゃないよ。うん。まあ、単純にアーマーっていうか、ムラスラっていうか、まあ、何のメリットもないかな。で、1番さんからね、カリウド、じゃないっていう仕様でしょ。ただ、それしただけでしょ。結果的に2番さん出たし。何の意味もなかったよね。うん。メリットないんだよ。で、カリード出てねっていうところまで繋げるんだったらまだギリギリ分かったけど、それもない。一番さん来るも全然あると思う。単純に無駄りないよね。ちょっと精査ついてないから、今日はレイロラかな。2番さんが役職使用したメリットも全く分かんなかったら2番さんから行きたい。6番のプレイヤーは発言してください。はい、27ローラーで1個持ってます。どっちかからで言うと、僕は2番さんから。正直よくわからないけど、まあ僕、1番さんのネタに乗っちゃったってところもわかるんだけど、でも結果的に怪しく見えてしまう。うん。だから2番さんから行きたいと思ってる。8番さんから触れていくと、8番さんはグレナンなら5、6しかないって言ってたんだよね。でも、8番さんの時点で1番さんってブンスだってチャットしてたよね。チャットがダメっていうのに残っていったのかな。わかんないんだけど、それは。うん。だから、そこでなんで1番さん抜かしたのかなっていうのは違和感を感じる。で、一番さんは、例のギドラのっていう言葉はよくわかんないけど、ギドラやって、七番さんが覚醒したよねって言ってたけど、二番さん役職ありって言ってるんだよね。そこの把握も気になる。だから、八一がよくわからない。五番さんは2周目の発言でよくわからなくなったなぁ。本当に把握もだったかもしれないし、確かに九番さんの発言軸で考えるっていうのは確かにそうだと思う。今日は二番さんから行きたいと思ってる。以上。七番
のプレイヤーは、はい、発言してください。2番さん、カリウだと思ったんだけど違うんだね。人外なんだ。2番さんからお願いします。2番さんって言ったら情報が落ちると思っている。占いが進路か心境かっていうのがわかるしね。白だった場合は進路の可能性が高くなる。黒だった場合は心境の可能性が高くなる。まあ、進路進路もあり得るけどね。うん、まあ、ってとこなんだが、1番さんの行動は確かに、って思うものはあるが、そうだな。黒いかどうかはわかんない。うん、で、9番さんに関しては、5番さんは怪しい話変えてきたし、なんか、やたらと過敏に反応してたような気がするんだよね。うん。5番さんの把握漏れは確かにあったが、別に、じゃあ、5番さん黒いかって、別に黒いとは思わなかった、私は。うん。把握漏れだけど、6番さんが指摘した通りだねとは言ったけどね。うん。そこに9番さんがやたら過敏に反応して5番さん釣りたいっていうのはどうなんだろうなと思ってるから、うん。占いなら関しては、9番さんの方が怪しいから白もらってるけどね。うん。ところ。で、まあ正直、6番さんに関してはね、5番さんへの指摘がもっともだったかなと思ってるよ。うん。まあちょっと一部視点が違うとこあるかってところね。うん。正直2番さんって言ったら情報は落ちると思ってるので、2番さんからお願いします。そんぐらいかな。はい、以上。投票を始めてください。ありえん！オラじゃないべ！グレーが、全然わかんないな。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。私に振られてしまって本当に申し訳ないと思ってます。うん、1番さんのあのやり方にちょっと乗ってしまった私がミスでした。大変申し訳ないです。で、そうですね、発言を聞いて思ったのが、まず9番さんに関してうんと思ったのが、一周目、7番さんが、死んだと信じたいっていう発言を残してたんですよね。で、二周目、7番さんが偽かもしれないっていう、このところのムーブの違いっていうのは私は正直気になってます。で、そうですね、5、6の指摘のように、1番さん、うん、俺、てっきり、狩りと霊でアーマーしようぜっていう提案だと思ってたので、うん、その、じゃないなら、じゃあ1番さん何っていうのはすげえしっくりきます。で、そうですね。あと8番さんは、結構村で見てるかなと思ってます。最初に私で初順で、私は、8番さん結構村で見てますっていう発言をしました。で、にもかかわる8番さんは、私を殴ってくるっていう動きをしてるんですよね。で、これで、8番がもし狼ならば、あの、味方を本来作らなければいけない場面なのに、スーパーシャッターありがとうございます。後でお礼します、ね。あたりが結構村じゃないかなっていうので思ってます。うん。っていうところですね。で、やっぱり、5番さん、6番さん、5番さんはやっぱり発言的に、うん、1番さんのその指摘っていうところも結構ムラじゃないかなと思ってます。うん、旧二世軸だと、そうですね、1番さんがサイクロかな、時点で6、うん、と思ってます。以上です。16か。夜が来ました。目を閉じてください。初見です。こんばんは。こんばんは。仲良くしてくださいね。はじめまして。後でね、これ言わせていただきますね。試合終わったら。朝が来ました。忘れたら言ってください。昨夜は誰も死にませんでした。ほう。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。1白でした。1白ね。いやー、ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待って。ちょっと結果見るわ。
ああ、1番カリウドだったんだ。お守りね。了解。なんで5噛まれるんだって思うんだけど、となるとさ、ああ、じゃあ9の相方は6、8ってことか。ちょっと待って、例の結果、認しろ、村人陣営。これどうする？まあ、いっか。7番さんつって、まあ、明日9番と、まあ、私で、まあ、殴り合えばってか、に、9番が5白ね。だ9番さん目線は、まあ、368。まあ、俺目線68なんで。今日7つって、村の安定進行で、俺は7進って昨日言ったけど、2が白だったら7番さん強陣もあるかなと思うから、7番さんつって、で、明日占って、占い精査でいいんじゃないかなと思ってる。現状単体で見ると8の方が白く見てて、6番さんの5叩き、いや、私への、2戦目の上げ方が、ちょっと、違和感を覚えるんで、現状6級かなと思ってるんだけどね。ってとこ。うん。まあいいや。今日は私7番さんに行こうと思います。以上。5番のプレイヤーは、発言してください。はい、私でグッジョブということで、私隠しろですね。うん。そうね。そうだよね。一番さん確定キャリアだよね。だから6、8で相方がどっちかって感じですよね。うるせえ、黙ってろ。うるせえ、ちゃんとするな。邪魔。ちょっとなぁ。まあ、2が圧倒的に2攻めだけど、ここはちょっと7に釣られてほしいかな。一旦。ちょっと6、8の精査がね、できなさすぎて、ちょっと7は、ちょっと決め打ちもちょっと難しいかな。圧倒的に2攻めなんだけどね。で、4番さんがね、しっかりどこにいようかみたいなのかっていうのをちょっと発言してほしかったかな。で、私の護衛がどうなったのかっていう。おい、次チャットしたら1釣るぞ。黙ってる、うるせえ。邪魔、まず邪魔だから、釣るぞ、もう今日でも。二度とチャットするな。うるせえ。そうね、あと9番さんは私を占って、グッジョブが出たことに関して、しっかり教えてほしいかな。どう映ったのか。占い理由と占った結果から何が見えたのか教えてほしいかな。なんかまあ、旧狂人な気がするんだよな。旧狂人に狼。割となんかしっくりくる気がするんだよな。後に引けなくなった感じな気がするんだよな。2番さん適当に乗っちゃってって感じはするけど。まあ、今日7いっとくか。やっぱ安定進行大正義。7、7。今日、隠し色の権限。7釣りで。6番。のプレイヤーは発言してください。いや、9番が昨日5に投票してる時点で9が5に露骨なの身内切りかなと思ったけど、5隠しろだもんね、頼まれてるから。あ、もう9偽だなと思ったけど、そこで思考が鈍ったな。わかんない。あ、で一応5番さん、まあ、隠しろにしてきてもわかんないけど、2黒はないんじゃない。何だって白出してるよね、確か。あれ、何だって。もう1するか、今日もううるせえかな。わかんない、もういい、後で。あと、4級の精査と、で、僕目線は、7が黒か、7が黒か、8が黒ってこと。隠しの権限で実利ありだったな。ちょっと全然盤面整理できない。ちょっと盤面整理できないから、とりあえず7番でいいかな。ごめんなさい、全然理解できてない。7番。のプレイヤーは発言してください。はい、とりあえずで釣られそうな7番ですけども、まあまあまあ、私ちょっとも勝てるならいいんだけどもね、2番さん白なんだよ、2番さん白。黒出ろ、ちってあれしたんだけどね、白しか出ませんでした。ってことでね、新郎だよね、占いはね。はい。まあ安定進行で私ってなったらいいんだけどな、できれば黒を見つけてから死にたかったなってところはあるよね。まあでも、占い進路だよっていう情報を落とせた。普通にチャットが邪魔すぎて、狼でしかないんですけど。
で、5番さんの言ったのは6番さんが指摘した通り、2番さん白なんで、2番さん黒の9強はないです。うん、9両、9両2強はあるけどね。うん、2番さん強靭でしたね。はい。あ、そっかそっか、結果出てんのか。うん、強靭か。がっかりしろっつったか。まあいいや、私よりでいいですよ。8番。もう邪魔なんだよな、マジ思考の。ほんまに思考の邪魔だ、はい、おはようございますね。まあ、とりあえずね、俺から見たら、もう、2番のシーンは切ってる状態なんですね。うん。なんで、俺は、あえて、うん、あの7番の必要はないかなと考えてる。その理由としては、6番。うん。あの、初日の2週目ね。うん。あの、1番、2番が役職、うん。まあ、1番が特にね、まあ、ムラスラしたことに対して、うん、俺が言わんかったっていうのに突っ込んでるけど、うん、俺は、あの、1番さんがムラスラする前の発言よね。うん。で、そこに関して、ハグモリがひどすぎるんよね。で、さっきの発言で関しても、あの、結局、うん、全然わからん、整理がつかん、うん、だけでしょ。うん、言うことなかったんかなっていう。めちゃめちゃ怪しげに似てるよ。で、それを突っ込まんかった4番ね。初日の2週目に関して。あれ、もう、まあうね、俺の目にはもう4、6ローで映ってるけど。うん。もう、そのぐらいやけどね。うん。5番さんとはま全然視点違うけどね。うん。うん。もう、俺はワンチャンその目線でしか終えてない。うん。なんで、正直俺は、うん、7番さん釣るよりも4、6で釣った方が早いんちゃうかなとは、ワンチャン考えてる。安定で釣るんだったら別に7番さん釣っても構わんけど、うん、俺は正直7番さんの偽は追ってないかなっていう感じ。うん、まあ他の人の意見も聞いては見るけれども、うん、あ、まあっていうか、まあほぼほぼねえのか。まあとりあえずはね、うん、俺4、6、ロー、そこの目線がもう完全にロックしちゃってるっていうところかな。うん、以上。9番のプレイヤーは発言してください。うん、8番さんは白いな。で、7番さん目線の黒位置を上げて欲しかったかなって感じはするかな。で、5番さんに、5番さんに説明すると、自分目線は、4番さんは偽。で、5番さんが白って出てるから、グレーは6と8なんだよね。でも8番さんは白い。で、6番さんは、めっちゃブレブレだからちょっと怪しいかなって思ってる。で、3番さんに白出ししてるけど、囲ってるのかなってうちは、2週目で思った。から、5、3で怪しんでたんだよね。でも、5番さんの方が怪しかったから、5番さんを占ったんだよね。そうだな。理由を言ってほしいけど。今日安定で行くなら、7番さんかな。で、どうかな、囲ってるかな、わかんないな。3番さんで囲ってるか、グレーの6か、って感じかな、うち目線はね。で、4番さんは自分が強靭で出てきてるって最初言ったじゃん。出ないから、チンだから出ないよ。出るメリットがないね。って感じかな。あと言うことないよ。何話したらいいですか？なんか聞きたいことある？死んだからね、もう何も言うことないよ。4が狼の相方は3か6のどっちかかなって感じかな。でいいかな？回します。1番のプレイヤーは発言してください。9番さん、あの、喋ることないなら早く回していただきたい。私今日噛まれるから。5番さんしろ、8番さんしろね。で、9番死んだと。5神する狼だから、1噛むかもね。4番の占いの位置の遅さ。俺にしろ出す遅さね。プラス言うなれば、7番残してもいいかなっていう思いがある。2番の偽が露骨すぎる。5かも狼だから、1噛むかも。いや、で、1噛むかも。言った通り、4、3もあるし、4、6もある。だからワンチャン4番攻めてもいい。それで7番が4黒って出したら7番シーンの可能性も得る。そしたらもう楽勝で勝てる。もう一回言っとく。噛まれるから言ってる。普通は噛まないですけどね。これで9番黒やったらミスリードやけ、ごめんと先に言っとく。ただ4は露骨に俺に白出すのが遅い。
占いシーンならもっと早く出してほしい。以上。3番のプレイヤーは発言してください。なんかみんなと視点が合わなすぎてやばいんだけど。ちょっとまず、自分もともと2番さんの結果がおかしかったことに関しては、印象は良くなかったけど、そこまで偽ではない。一番さんがなんか、なんとかかんとかっていう、そういう人もいちゃうかなっていう、そういう人もいちゃうかなって思ってた。で、自分、7番さんのシーンが逆にめっちゃ薄いなって思ったのが、7番さん今日の発言で、占いはシーン、ローだよねってめっちゃ迷ってたよね。7番さん、7番さんは2番さんを、霊能結果で2、白って出てるなら、占いシーンローですって、シーンならはっきり言うべきだと思った。そこで迷ったのは、2番さんに白ったか黒ったかを、うまく思い出せなくて、で、そうなったんじゃないかなって、自分、なんか今までは27、自分はフラットで見てたけど、7番さんのその発言でめっちゃ芯が薄くなった。なんでそんな7番さん芯なら迷うのっていう、占い芯ローデンってめっちゃ時間かかってて、そこを誰か突っ込んでもよかったんじゃないかなって思った。で、自分は9番さんの偽目がすごいありすぎて、自分、1日目あんまり占い触れないんだけど、7が、なんだっけ、7が、役で出ても真であることも、を祈るっていう発言もよくわかんないし、9番さんは2周目でも5番さんから叩かれて叩き返す。で、5番さんを怪しむ理由は話を変えてきてる。5番さんの把握漏れは別に把握漏れってだけであって白くも黒くもないと思ったんだけど、その把握漏れを叩くのもちょっと気になったし、9番さんはなんだっけな、グレーは6と8って言ったけど、村目線のグレーで考えてくれるのはありがたいけど、9番さん目線のグレーは3、6、8だからそこで3を入れた方がいいんじゃないっていう9番さんが真ならっていうところ。だから自分は7番さん、9番さん、西だと思ってる。8番さんは、7番さん、9番さんを真で見てるっていう、めっちゃ視点が違うんだけど、自分はそう思ってます。2番さん、真、4番さん、真、7、9、西だと思ってるんだけど。ということで、安定もあるし、自分は偽目高いと思うので、7番さんに行きます。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。まあ、結果まで言ってほしいけど、ね、その結果、7にしてみるから、選ばれました。8が黒いということ?7番。そこまで落とし込んでほしかったけど、ね。プレイヤーは発言してください。発言してください。まあ、安定だからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、できれば黒を見つけてから釣られたかったっていうのはあるね。せっかく一番さんは私も持ってなかったから。一回くらい黒を見つけて死にたかったなっていうのはある。じゃあ私が巨人だったとして、2番さんに白を詰めると何なんだろうと思う。例の進路を合わせちゃうよね。まあ、買ってくれるならいいんだけど、大丈夫かな。とりあえず占い進路です。占い進路。で、グレー1。分かった。1番さん、チャットしちゃダメよ。チャットしちゃダメよ。どっちかな。ちょっとごめん、色を見たっていうあれしか貢献できなかったの申し訳ない。とりあえず2番さん白で、占いは進路、うん、で、どっちが狼で、グレーに狼が1匹いるってことね。はい、この情報しかお伝えせなかった、申し訳ない。以上。夜が来ました。目を閉じてください。まあ1残した方が動きやすいとは思うけどな。どうだろうな、豪華んでくる狼だからな。一番占いも無駄占いになっちゃったんじゃないかな。黒は、いいかな、黒の急遽な気がしてならないな。朝が来ました。違うかな。昨夜死んだのは、一番かも。一番、三番
のプレイヤーは発言してください。あの、ちょっと待って、7番さんやっぱ C 追えなくない？自分、あの、7番さんの直前でバチボコに叩いたのに、7番さん自分に対して全く触れないって、もう、自分7番さんの C マジで追えないんだけど、で、自分6、8、あ、そう、で、5番さんはもうほぼ白で見ていいと思ってる。で、6、8で、9番さんは3に白。え、待ってこれ。5番さんほぼ白。あ、そっか、そういうことか。え、自分は、占い強人だと思って、4番さん死んだと思ってるから、8番さんから行きたい。8番さんで終わるんじゃないかな。7、8だと思ってます。理由は、4番さんと2番さんを信用置きしてるから、7番さんの発言で自分は信用を追ってないです。4番さん、9番さんの発言で2攻めがあった。で、4番さんの言う通り、9番さんの強人、1日目の1周目の9番さん強人で見る理由がすごいしっくりきたから、自分も9番さん強人で見てる。で、4番さんが8黒。で、6、8で考えたとき、自分は8番さんとめちゃめちゃ視点合わないから、やっぱ6、8、自分は単体で精査しても8番さんが黒いかなって思ってます。だから8番さん行けばもう終わると思うんだけど。9番、9番、でもそう、2番さんの芯は切ってる。で、9番さんは芯目がない。だから切ってはいない。9番さんの芯を追うとどうなるんだ？でも9番さんの芯を追っても、6、8のどっちかだから別にいいよね。あ、でも、9番さん目線外したらダメか。PP か。でも、9番さん目線どう見てるのか教えてほしい。6、8だと狼どっちで見てるのか。ね、自分は普通に6、8、占い結果頼らずとも、普通に精査して8番さんの方が黒いと思ってるから、8番さん行けばいいと思うんですけど。9番さん目線の話も聞きたいです。4番さんどうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まずね、あのまず9番さんがあの8番さんの発言を受けて8番さんを白く見るっていうのがまずおかしいわけで、っていうのもさ、8番さんが昨日、まあ、いきなり、まあ、占い師の私を叩きに来たんですけど、まあ、理由が6番さんの2日前のあやふやな発言を指摘しなかったって、いやそれ9番さんにも同じこと言えるじゃんって思ったんだけど、なぜそれで俺は8番さんは9を芯で決め打ってるのか、それで9番さんの芯要素を8番さん上げずに露骨に、9番さん芯って決め打ってる。あ、私3番さんとはちょっと目線が違って、単純に7番さん強人の8級二人狼と思ってる。あ、まあ8番さん人狼なんだけど、その8番さんじゃ終わらないと思ってる。神的に。っていうのもさ、多分やけど、うん、7番さん強人だったら、あの3、4ラインが、まあ、見えるじゃないですか。3、4ラインが7番さん目線。だから、俺は7番さんは3番さん叩き返さなかったっていう考え。うん。って思うんだけどなぁ。まあ、9番さん視点、8番さん黒あると思うんですけど、どう見ますか ?9 番さん。俺は8、9、2人狼。うん。ということで、今日はどうする？あ、そっか、村目線8、4の決め打ちっていう話か。じゃあ8番さん言ってくれ。8番さんが9を芯で見る要素が全くない。うん。4、6で見る理由もよくわからん。てか、8番さん目線さ、あの、6、9とかなんで追わないのって俺思ったんだけど。まあ、そんなところ。はい。指摘がもう全然ぐちゃぐちゃ。8番さん言ってくれ。以上。5番のプレイヤーは発言してください。4番さんの口から8、9、2狼、特に9狼で見るのであれば、5白を出した理由、それから3番に白を出した理由もちょっと考えてほしかったかな。やっぱそうだね。霊能に狼がいるって考えるのが納得な気はするが、ただな、一番関連だよな。普通で、こう、5関の方が良かったと思いますよ、昨日は。絶対に。一番さんも意味わかんないから、残した方がいいと思う。狼的には。うん。チャットもして、狼入りの行為ばっかするしね。まあ、今日は4か8の、どっちかね。どっちかに投票。4番さんのことを死んだと思う人は8番さんに。8番さんのこと、違うわ。9番さんのことを死んだと思う人は8番さんに。じゃあ、4のことを死んだと思う人は8か。で、9のことを死んだと思う人は4にって感じかな。いや、9番さん目線どう見えてるのかを聞いてから考えたかったね。特に3号はその後発言になったらよかったんだけど。まあ、それも考えて1巻だっていうんだったら、上手だね。それこそ、把握漏れの話で言うんだったら、
6番さんは1番さんに対して2番さんが霊能だっていうことを把握漏れしてたって言ってたけど、それ自体が把握漏れだったよね。時系列がおかしかったよね。うん、6番さんの最初の理論でいくんだったら把握漏れだから黒ってなっちゃうよね、6番さん。まあ、6番さん、8番さんそれぞれ黒要素をお互いに上げてほしいかな。で、9番さんはどっちが狼だっていうのを上げてほしい。で、4か8のどっちかに投票かな。そうだな。うん、まあ聞いてからって感じだな。6番のプレイヤーは発言してください。はい、まず昨日の時点で8球のラインと4、3のラインがすごく濃く見えてました。だから8球狼と4、3狼なんじゃないかなってすごい思ってたんですよ、どっちか。でも3番さん確証になったんですよね。で、9番さんのちょっとよくわからないところがあって、9番さんって昨日すごい僕のことをあやふやだって、テンパってるって言ってたんですよね。でも最終的に昨日の最後の発言で、でも3、6どっちかわかんない、どっちかだと思いますっていう発言だったんですよ。僕のことがそんなに怪しいと思って3番さんのことが叩いてないんなら、僕を狼だと思うって断言すればよかったのかなとは思いました。で、結局3番占い、3番に叩かれたから、9番さんの行動が5番さんに叩かれたから5番占い、うん、3番に叩かれたから3番占いっていうのがよくわからない。で、4番さんに関しては特にね、気になるところは、9番さんに関しての評価がコロコロ変わるとこかな。でも全体的に見て9番の方が偽だと思うから僕は8番に入れる。8番のプレイヤーは発言してください。俺からしたら6番もコロコロ変わってるわな。まあ、俺はもうね、4番から黒出されてるっていうまま予想ついたよ。まあ、わざと前日も投票してないしね。もう、まあ、7番さん切る必要ないやろなと思ったからね。そういう観点で突っ込んでくるのかなと思ったら全く別の理由やしね。別段、あれだよ。初日から見てて、4級の精査なんて、俺白予想見つけられんかったけどね、まず。でも、2日目の時点で、まあ、言うた通り、俺の指摘、プラス、1番さんの指摘、結果を打つ速度に関してもそうだし、今日に関してでも、どうなんやろ。ね、4番さん、まあ、9番さんの意見がコロコロ変わってるって5番さん言うてるけれども、それ以外にも突っ込みどころあるわな、占い師に関してだってな。まあ、9番さんの場合、隠しろ作る意味合いでもそうやし、囲いの線見るっていうのでもあると思うんやけどね、全然。で、結局、4も6もお互い、俺の対してのね、俺の指摘に対しての返答が一切俺は得られてるようには思えんねんけど、もう確実に俺は4、6でしか見てないよ、こんなもん。9真でしか見てんからね、もうここで。4黒出してる時点でな、まあ、それ以前の問題でもあるけれど。あると思う。まあ、どこをどう見て俺を占ったんかっていう理由も欲しかったしね。まあ、その辺がない時点で俺はもう4決めるって十分やと思うけどね。以上。難しいな。9番のプレイヤーは発言してください。昨日3番さんが一番最後で、発言がめっちゃ黒くて、3番さん占いました。3番さんは思考ロックしてるから、それを外してほしいかな。じゃないと、村が負ける。今、二人がいるんだよね。それを外さないと村は負ける。多分、8番さん、これ、どうなんかな。4番さんが相手のライン切りして、身内切りしてんのかはどうかわかんないけど、うち目線は、霊能は強靭で出てる。で、占い、4番さんが狼なんだよね。で、相方は6か8なんだよ。でも、どっちかわかんない。占ってないから。で、6番さんは6番さんで、コロコロ変えるって言うし、8番さんは4番さんにせって言ってる。
からわかんないけど、今日は4番さんに行ってほしい。じゃないと、8番さんに来たら、2陣外残ったまんまなるから、PP になるよ。だから今日は4番さんから行ってね。じゃないと、3番さんその思考よくしてたら、本当に村負けるからね。今日は4番さんからね。投票を始めてください。やべえ。めっちゃ真に見えてきた。まあいい、8釣りで負けならいいや、これで。ありえん。オラじゃないべ。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは忘れてるが、発言してください。PP もあるね。ああ、もう。3号ミスりしてんじゃねえよ。ああ。なんでかね。4も6もさ、結局把握漏れとさ、指摘なしでしょ。ああ。黒い要素ばっかじゃねえかよ。どこどう見て俺を黒く見たんだよ。ああ。その理由をちゃんと言えよ、もう。絶対46しかありえねえんだって、もう。46だったら。2回以上はもう何ともなんねえからダメだけど。5人残ってんのか、まだ。うん、もう PP だよ。もう一回だ。めっちゃ出てったな、そういえば。夜が来ました。目を閉じてください。忘れてた。グッジョブ出たこと。フェアじゃないね、4級に関しては。霊能に狼が出てると思うんだけどな。終わらないと思うけど。朝が来ました。昨夜死んだのは9番。ゲーム終了。46人狼の勝ちです。まあ、球が真に見れないよな。どうしても。霊能強靭か。霊能狼だと思いましたね。なんか出現してました？力行きたいって発言が。あ、てかまた2白忘れてたな、結果。
まあ、8が黒いっていうよりはな、4級単体精査だったと思いますけどね。っていうのと、8番さん何だったっけ？ 8 番さんなんか言ってたよね。3番さんが指摘してたけど。あれ何だったっけな、忘れちゃった。まあいいや。